コーヒー飲んだし帰りましょうか。帰りどうやって帰ろうかな。うん、この後あれかな、ちょっと南山城村のあたりをうろうろしてそれで帰ろうかな。そう、このね、今これ、まあ、信楽町、甲賀市信楽になるんですけど、ね、ここからね、南山城村の、東仙坊、うん、東仙坊っていう場所があって、まあ、高原みたいになってるんですよ。で、本当にね、陸の孤島じゃないけど、本当に、細いね、一本道とか、こう林道でしかね、繋がってないような、うん、東仙坊集落、うん、東仙坊地域って言ったらいいのかな、あって、うん、すごくね、素朴な感じで僕好きなんですよ。うん、ちょっとね、そっちの方にね、走っていこうかなと思います。おー、山桜、見事。この時期、やっぱこの辺ちょっと、標高は上がってるからかな。そうやね、元野の方へ行った。こっちこっち。あっちね、右に行くと、307号線の方に降りていくんですよ。そこの道路ね、僕車ではね走ったことがあって、こんなとこね、営業車で走るんですよアホでしょ。どんな仕事しとんねんちゅう話ですよね秘密これね、多分知らんかったらめっちゃ不安になる道なんですよこれ。でもね、これ僕はね、道分かってるから全然不安じゃない知ってる道でもね、バイクで走るの初めてアホやいやでもね、これ自分の車ではね、来たいと思わないですよ。そう、ずっとね、こんな感じの道がね、続くんですよ。で、僕この道走っててね、車に、ね、出会ったことがない。うん、まあで、それでも要所要所ね、ポイントポイントで見ていかないと危ないけど、うん、ここでね、車にで僕出会ったことがなくて、あるか、あるけどね、一回だけかな。うん、うん、これのね、上上がりきったところの、南山城村のね、中ではあるんですけど、この太良尾の方に降りてくるところっていうのは、本当にね、誰も見たことがない。うん、まあ、もちろんね、携帯もこの辺圏外になるんですよ普通に。だって人いないでしょここから京都府かな、あ、違う、もうすぐ県境があるはずなんですよね。うん、そこそこそこ。これね、三国越え林道なんですよ。そうそう、ね、林道、三国越え線。要は、三国、伊賀の国、近江の国、で、山城の国、この三箇所ね、が、を越えていくという道路。で、これ左に行くと、伊賀方面なんですけどね、こっちにね、展望台もあるんですけど、展望台行ってみる？
どうしようか。でもさっき見たしな。いいか。で、じゃあまあ当選簿の方行きましょうか。そうそう、茶畑とかね、あのいろいろねあるんですよ。ここ林道太郎線からね、三国越え林道途中から。このね、三国越え林道はあのちょいちょいね車通るんですよね。そこに、ね、舗装林道ですんげー楽しい。適度なねこう車幅ですごいね整備されてるんですよこれ。あの落石も言うほどなくって、すごくね綺麗に整備されたほど舗装林道なんで、これね大好き。もう大好物の道路ですよ。もうどんな道かが立ってるっていうのはやっぱり心強さがありますよね。まあね、こういう道路がもともと大好きなんで、まあガチの林道はね多分ね僕ビビりなんでダメだと思うんですよね。ガチの林道はそうやっぱりねこう舗装されたねこういう道路が、いや一応このね見ておきましょうか。そうそう、今ね上がってきたのがこの太郎線、太郎線上がってきてこう来たんですよ。でここからねあっちへ降りていくのもねすごい楽しくて、道の駅の南山城村のね手前に行くんです。で東線坊へ抜けて、東線坊からこの道を降りていくと、あのバイパスのねトンネルのところに出てくるんです。ちょっとねここからもずーっと東線坊を抜けて松川まで行こうか。よし、いざ松川。そう、南山城村ってね結構ね縦にね長いんですよ、南北にね。うん、でちょうどその村のど真ん中中心部をこう横切ってるのがあの163号線なんです。なので、まあ、北側がこうねこう東線坊とかこう一段グーンとこう標高が高くなってて高原みたいな状態になってるんですよね。で上がってくるまでの道が狭くて細くてほぼ一本道みたいなところなんですけど、あの一旦こう上がってしまうとね中すごい快適なんですよね、広いし。もうこのね人気を感じないこの雰囲気、もうほんとね人の多いところがもう嫌いでね、嫌じゃないよ嫌い、本当に本当に人混み嫌、程よい人がいればいいんだけど全く人がいないのもね、じゃあ寂しいっちゃ寂しいんですけど、いやーこの素晴らしい、おお綺麗綺麗、なんやなんかの花びらか。そうこれね小学校の跡なんですよ。
これね、わずかこっちの方、こっちね降りていくとあの163号線の方に出るんです。おお、綺麗な八重桜。左へ行くと135、ジターナこっち。